今日はフェムテ日本フェムテック協会のブースに来ているんですけれども、フェムテック協会とシルキースタイルが共同で立ち上げた、ウェルビースタイルという新しい、サービスソリューションがございますので簡単にご説明させていただきます。企業が抱えている女性活躍推進であったりですとかダイバーシティ、D&Iだったりですとか、まあ、不確実性の高い問題に対して、ボトムアップ式に解決する、糸口を見つけていこうというようなソリューションになっています。でどのようにじゃあその糸口を見つけていくのかで言いますと、クロスファンクショナルなチームを作りまして、そのチームのメンバーには、フェムテラシーのですね、フェムテック協会の2級相当フェムテックエキスパートに値する、知識、ナレッジを身につけていただいた上で、競争型のワークショップ、コミュニケーションツールを通してですね、自分たちの課題はどこなのかであったりですとか、じゃあどうやったらその解決に向かって、まあ、ありたい姿を描いてそこに向けての第一歩を踏めるのかといったところを、因数分解していくようなソリューションになっております。やっぱりですね、D&I とか女性活躍推進って、まあ、社会的にこうしなさいよっていうようなムーブメントがあったりですとか、実際にじゃあこういう KPI を置いたらいいんじゃないのみたいな形で経産省だったりですとか、いろいろなところで、数値目標自体は設定されていたりします。例えば203030とかですね、実はこれ202030だったんですけれども、2030年までに、女性管理職者を 30% 以上にしましょうねというような KPI 設定なんかはあるんですけれども、じゃあその KPI が本当に適切なのかだったりですとか、まあ、そこに向けてどうやっていったらいいのかっていうのは企業独特のですね風土にまつわるような部分もありますので、まあ、ボトムアップ式にそれをやっていくべきなんじゃないかというような思いだったりですとか、実際に企業様からもですね、女性活躍推進 D&I、なんとなく会社として取り組んではいるけれども実質進んでいないというようなところが多かったので、実質的に進められるソリューションがあったらいいんじゃないかということで立ち上げさせていただきました。